皆さんこんにちは。チャンネルです。本日はですね、静岡県の掛川市にある麺屋三丁目さんに来ております。今からね、2人でね、食べてきますんでね、はい、よろしくお願いします。他のお客さんいるんで、ちょっと静かに見せてます。恐縮です。すいません、ちょっとメニューの方で。社長からですか？そうです、スペシャル。ありがとうございます。おすすめがこんなにいっぱいあります。秘書のこれ、これ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 にしました。力麺チャーシューにしました。ここチャーシューが有名、らしくて、じゃあ塩バターとかもめっちゃ美味しそうですね。つけ麺も大人気って書いてある。静岡県のこの西部ってなかなかね、二郎系のラーメン屋さんがないんですよ。食べてみたいなと思ってきました。そうですね、マドラス的にちょっと騒げないですね。ちょっと最高なのは店内の BGM がね、ドラゴンクエストなんですよね。それがね、私大のドラクエ好きなんで、ドラクエウォークもやってるんでちょっと嬉しいです。私全然わかんないけど、今のところもうすごい、今お伺いしましたけど、これはすごいです。チャーシューやばくない？やばい、チャーシューやばい。すいません、マスクだけ取りますね。いただきます。これスープかな。美味しい、めちゃめちゃ美味しい。どうぞ。やばい、すげえ、もう超美味しい。天地返ししたいけどね、できないね。できないね、これ大盛りすぎてできない。チャーシューやばい。やばいね、これ。二郎系いいな。すごすぎる、ちょっと。麺までいけない。味噌ですね、味噌。本当に美味しい。すごいですね、太麺ですね。初めて見た、麺を。麺、すごい太麺です。いただきます。めちゃめちゃ歯応え。うまい。うん。すごい。美味しい、美味しすぎてやばい。チャーシューいただきます。音もね、めっちゃ美味しい。これやばい、チャーシュー丼とかで食べたい。美味しいよね、本当に美味しい。わかる、ボロボロ落ちる。食べるの難しいです、本当に。もりもりだもん、もりもり。すぐ奥から麺いきますよ。初めて麺登場。あれ麺やばい。ありがとうございました。歯応えすごくない？うん、うまい。ねえ、歯応えめっちゃすごいね。うん、これ見てください、これすごい。この麺にすごいですよ。丼から半分、はみ出てるもん。私のちなみに大盛りです。一緒の普通です。普通でこれだよね。俺好きだよ、こう、こってり系の太麺が好きだから、めちゃめちゃ美味しい。二郎系もそうだけど、家系もそうだけど、麺が太いもんね。私やばい、チャーシュー優勝だわ。チャーシュー優勝、いいね。同じ、若干ね、大盛りライスも頼んで、チャーシュー丼ができる。卵割れちゃいましたけど、食べます。あれとうまっ、うん、濃厚、これ減らんねん、減らないよ、量が。これ小食の人、普通の食べきれないんじゃないかな。ああ、そうだよね。私ここで酢を入れます。スープになる。おいしいもん。スープ好きだよ。ラーメンのスープになる。ね。酸っぱくない。最高。またね、変わったね。変わった味わいになって。酢の匂いめっちゃするんだけど。体にもいいし、いいよ。うん。本当減らない。ね。
まだ二口ぐらいしか麺食べてないんだよ。男の人にも結構上手んじゃない？うん。ね。だいぶやばい。うん。やってきます。全部自分の手元に。ありがとうございました。全く落ちないんだけどね。うん、全く落ちない。こんなでっかいのね、くどくないね。うん、だから普通に。ラストスパ。頑張れっしょ。ここやば。量半端ないね。うん。多分このチャーシューと、もやしだけでもうまそうって。うん。でもうまいね、本当に。チャーシューと。うん。でもマジ美味しかった。大丈夫。大丈夫。うん。なんかさ、やばすぎてさ、うん、魚みたいな。そうだね、超美味しいよね、うん、チャーシューが魚みたい、うん、魚魚絶対無視してくれると思ったのにね、これ魚みたいだよ、ちょっと見たうーん、あの、素晴らしいリアルな感覚とか、ボリュームすごい。すごい、ボリュームめちゃめちゃすごいね。本当に美味しい二郎系のラーメンです。静岡県掛川市にある民営三丁目さんですね。もう本当にすごくボリュームあってね、最高に美味しいです。すごかった。皆さんもね、ぜひ来てみてください。それでは、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それじゃあみんな、バイバーイ。美味しかったよ。